山形県、坂田市病院機構が運営する病院。山形県災害拠点病院やがん診療連携拠点病院などに指定されており、省内地方の中核病院として、高度医療を担っている。省内地方では、従来、私立坂田病院と鶴岡市立省内病院が、地域における中核的医療機関の役目を負ってきたが、3時、救急医療を担える。 医療機関がなかったため、住民や自治体から県に対し県立病院の設置を望む声が多数寄せられていた。こうした声を踏まえ県は、総工費約170億円を当時坂田市、南東部の秋保町に、山形県立日本海病院を建設。1993年6月18日に、開院した。2008年4月1日、地方独立行政法人。 山形県坂田市病院機構が設立され、県立日本海病院と市立坂田病院は、統合再編によって、日本海総合病院と日本海総合病院坂田医療センターとなった。県立日本海病院は開院したものの、救急医療特化型ではなく、総合病院として設置された。このため急性期医療を中心とする市立。 坂田病院と機能と診察が重複していたほか、国の指導方針等によって、救命救急センターは人口100万人に1カ所とされていたことから、救急医療レベルが2.5時に止まり、鶴岡市を中心とする南省内地域の3次救急まで十分にカバーできずにいた。また病院建設等に伴う、減価償却費や、記載召喚もあり、 会員以来赤字が重み、2006年度末には、累積決損金を約109億円抱え、さらに約24億5000万円の不良債務も発生するような状況に追い込まれていた。他方、私立坂田病院は、県立日本海病院の会員によって、患者数が激減し、経営難に追い込まれたが、当時の院長による経営改革が功を奏し、2001年度以降、 経営は黒字に服した。しかし、建築後40年が経過し、老朽化が目立っていた病院の改築が、訴状に乗っていた。坂田市は、市民から私立坂田病院の改築を望む声が多数、寄せられていたことに沿って、新病院建設プランを盛り込んだ、私立坂田病院第二次マスタープランを策定した。だが、地元医師会や、 県の救急医療体制等に関する検討会では、第二次マスタープラン通り病院が改築されれば、医師不足や、県立日本海病院との共倒れとなるとの指摘が出された。指摘を受け、坂田市は外部有識者による、私立坂田病院改築委員会を設置。委員会は重複する、診療科を持つ二つの病院が競合しているため、統合再編が望ましい。 との見解を主眼とする報告書を、坂田市に提出した。2005年12月、委員会報告を受け、坂田市は県に対して、県立日本海病院と私立坂田病院の統合再編を申し入れ、協議が開始された。その後、坂田市長と県知事をトップとする山形県、坂田市病院統合統合再編協議会が設置され、再編される病院には、 省内二次保健医療圏及び、最上二次保健医療圏の一部をカバーする救命救急センターを新たに整備するなどの方針を盛り込んだ山形県酒田市病院統合再編整備基本構想を策定した。また2007年7月、同協議会において経営の自立性と責任体制の明確化が不可欠であることから、 経営形態を一般地方独立行政法人とすることが決定された。山形県議会や坂田市議会の議決のほか、総務大臣の認可等の手続きを経て、2008年4月1日、地方独立行政法人山形県、坂田市病院機構が発足。山形県立日本海病院は、日本海総合病院、市立坂田病院は、 日本海総合病院坂大量センターとなった。なお、これらの新名称は一般公募によって選ばれた。2011年4月、日本海総合病院敷地内に増築した地上4階建ての建物において救命救急センターは稼働を開始した。また新しい診察体制のスタートに合わせ、コンビニエンスストアやコーヒーショップも導入したほか、 24時間対応の院内保育所や駐車場も拡張するなどした。日本海総合病院の完了期の年間入院患者数は県立日本海病院時代の2006年度比で29.7%増の211900人を想定している。 年間外来患者数は同じく2006年度と比較して51.8%増の34万3000人と想定した。日本海総合病院においては発症後間もない患者に対する急性期医療や高度医療及び救急医療などを担当する。完了期のベッド数は 県立病院時代よりも120床増やし648床にし、25の診療科を22診療科に再編する計画した。坂田医療センターでは、急性期医療をすでに受けた、回復期、あ急性期医療を担う。こちらの完了期の年間入院患者数は、 私立坂田病院時代の平成18年度比で64.7%減の39,500人を想定している。年間外来患者数は2006年度比で82.2%減の36,800人と想定している。完了期のベッド数は110床程度とした。内科とリハビリテーション化を設ける計画。 参考資料日本海総合病院施設整備、配置計画案増築や改築などの施設整備の面で、日本海総合病院においては、現在の県立日本海病院西側に地上4階建ての建物を増築し、1階に新設の救命救急センターを、2階に手術室、3.4階には病室を整備した。 後期は2008年度から2010年度。坂大医療センターにおいては、現行の東棟を改修して利用される。1階に外来診察室や処置室を置き、2階にリハビリテーション室などを整備した。後期は2010年度から2012年度。統合再編によって2つの病院間で診療科目が分断された。病院には、 自動車などの交通手段を持ち合わせない高齢者の患者も多く、また同じ日に複数の科目にまたがって診察を受けている患者も少なくない。そのため、両病院間の緊密な足の確保は不可欠である。同じ日に両病院をまたがって通院する患者を対象に2008年4月から日本海総合病院と酒医療センターを 往復する直通シャトルバスを運行する予定である。これ以外にも、坂田市福祉のリ合バスルンルンバスなどの公共交通機関でも移動は可能である。ただしこれは直通ではなく、運行間隔も荒く、本数も限られているため時間をよく確認してから乗る必要がある。以下、右にある、表示をクリックすると運行時刻表が一覧表示される。 シャトルバス運行時刻表、ありがとうございます。